はい、どうも、こんにちは、ロッペロールです。今回は僕がおすすめする、めっちゃカロリー高めですが、あれ、ね、飲み物を作りたいと思います。じゃあ、材料を用意するものは、お砂糖、もうこれでカロリー高いし、ミロ、もうこれでカロリー高いし、プリン、もうこれでカロリー高、カロリー高すぎる。アリノーですよ。アリノーです。今年流行ったのね。で、こちら牛乳。こちら健康です。で、これね。まあ、シャカシャカと触れる。これミロ作るやつなんですか。プロテインとか作るカップとかでもいいかもしれません。あとは、まあ、スプーンですね。混ぜるようで。これ、いるかはわかんないけど、一応、これ、ストローがあった方が飲みやすくて美味しいです。じゃあ早速作っていきましょう。まずこのキャップのところにプリンを開けて、プッチンをします。プッチン。ここに入りました。そしたら、次にこの中に量は適量で OK です。あ、適量じゃない、適量じゃない。プリンと同じぐらいだよね。ちょっと、同じぐらいなんだよね。だいたい同じぐらいの量入れてください。そしたら、お砂糖はね、すごい、こんぐらいですごいちょっといいです。を投入。ミロは、プリンの、カラメルの部分ぐらいの感じで、まあ、ココアじゃなくても違うものでも美味しくなりそうな感じ。これ入れすぎると濃くなっちゃうんで、これも僕入れすぎたな、これ。そしたら蓋をします。おお、すごいことになりそうだ。じゃあプリンがすごい固まあれと溶けないといけないんで、じゃあ行きます。あー、まだ残ってる。あ、ごめんなさい、ちょっともうちょっと締めた方がいい。あー、まだ残ってるな。じゃあちょっと全力で振ります。はい、じゃあ結構振りましたので開けましょう。あー、回りました。振るとこういうところに裏につくんで落としてますね。カラメルが残ってるんで、こういうところ後から入れちゃってください。そうするとこうなるんで、これは振らずにこのままちょっとかけ混ぜるぐらいでいいです。表面にカラメルが残るぐらいでも OK です。ここの水は後で洗えばきれいになるんで心配しないでください。じゃあストローを曲げていただきます。うん、ちょっと濃いめだなと思ったら、こういう、今はちょっとプリのカップに入れちゃいますが、ちっちゃいカップとかに。あ、そうだ、プチンしてるんだ。だから穴があるぞ。あ、これで少しずつされていく。じゃあこれでもか。うまい。で、よっ。で、また、かき混ぜます。じゃあ、いただきます。なんか、プリンのドロッと感と、すごいココアのチョコ、ね、すごいいい感じで。美味しいです。皆さんもぜひこちら家庭にあるもので作れると思うので、もうぜひ作って飲んでみてください。ではバイバーイ。でもカロリー高めなんで、お子さん以外はちょっと危ないかもしれない。